情報がね。え、ちなみに幸宏さんからなんか今回のレコーディングでこんなことあったみたいなエピソードがあったりしますか？店長はですね、靴下もサイズ違ってるんですよ。ちょっと待ってください。それは、はい。あ、それも今顔で違ってましたけど何かっていう顔されてますよね。だってジャケットとかもここら辺違う布のとかあるでしょ。まあ、あるけど。で、なんかこう破けたの縫ったみたいな。あのパッチ、ね、そうワークみたいな感じ。それちょっともう交換時期じゃないみたいな服が多いじゃないですか。それがでもおしゃれですよね。だから、ええ、もうちょっとしたら左右違う色の靴下を組み合わせて売るんですよ。あ、それ一歩先んじたっていう。5ぐらい。5歩先んじたってことで、これ、ハイトさんよろしいですかね。うん。だからね、普段見てても、あれ、これ右左一緒かなって思うことはよくありますね。靴とか見てても、あれ、それ。大丈夫かな。なんか光の加減によって色が変わるようなスニーカー入ったりするんですよ。だから、あれ、これわざとかなみたいな。今日は靴までついに違ったかな。これが間違ってんのかな。逆にこちらが不安になるぐらいのね。うん、そうそう、はい。そして僕ね、まあ、全ての曲もちろん好きなんですけど、スパイラルって曲大好きで、これ幸宏さん。あ、はい。ね、はい、これ結構男の子的にグッとくる感じの、ライブとかで暴れられそうな感じの曲なんですけど、うん、これ作られてますけども、はい。まあ、その曲に対する思いなんかもぜひ聞かせてください。そうですね、ライブで踊り狂ってもらえたらいいなと思って作り始めました。このアルバムにはその各メンバーの方が作った曲もちろん入ってますし、歌われるのはハイドさんだったりするじゃないですか、うん、ハイドさんが歌われるときにその各々のメンバーが作ったやっぱり手触りとか違いますか？歌っててもその詩とかもそうでしょうし、メロディーとか違いますね。もうちょっと具体的にこんな雰囲気とかこのメンバーが作った曲はなんか、あ、こんな感じだったんだ今回とかって、なんかもしもあれば。今回というか、なんかやっぱり特徴がありますよね。はあ、うん、それもうちょっと具体的にその辺をせっかくだから聞きたいなっていう、言いづらい部分あるかもしれないです。ケンちゃんのはなんかちょっと難しいっていうか、はあ、不思議なメロディーラインとか、はいはい、まあ、俺が思いつかないようなメロディーラインとかが多いかな。はいはい、でもなんか歌、それが体の癖になるとそう気持ちいいラインだった。はいはいはい。てっちゃんのはなんか息継ぎしづらい曲が多い。ああ。なんかずっとメロディーがつながってるようなのが多いかな。じゃあレコーディング的にも結構ちょっとなんか自分なりに気合い入れて歌うぞみたいなのもあったりとか。そうですね。はい、息継ぎどこでしたらいいのかなとか。うんうんうん、はい。あと幸宏さんは。キーのは、なんか同じ言葉が繰り返すのが多いかな。そう思ってたら最近ガラッと変えてきた。変えてきたなっていう今回。あ、今回全然違うねって言ったら、うん、頑張ったって。そして、元成君ですかね、メッセージ来ております。いつも応援してます。このキスという曲はどんな思いを込めて、レコーディングされたんですかということなんですけども、このキスという曲は難しいですね。それぞれ曲作っててね、アルバムとしては本当みんな適当にそれぞれ考えて、適当じゃないです。まあまあ、まあ、その曲ごとにね、はい、思いがあってっていう、感じね。アルバムの曲順とかって今回どんな感じで決めていったんですか？曲順はね、いつもでもないか、今回もって感じなんだけど、はい、曲は全部レコーディングし終わって、さあどうしようみたいな感じで。あ、そうか、全部終わった後に決めていくんです。そうそうそう。で、今回は夜中レコ、ミックスダウンというかね、それが終わってから、はい、夜中の12時1時ぐらいからスタートして、朝方ぐらいまで、おこう、ああでもない、こう並べてで、また聞いて、またちょっと変えて、でなんとなくみんなの不満がなくなってくるポジションがなんとなく明け方になってできてきて、それ疲れてるせいかもしれない。そこからまた曲間決めっていうのがあるんですよ。曲間って微妙に 0. 何秒とかこう、そう、こう何気なく皆さんこうね聞いてる 2,3 秒の間、うん、すごい真剣に3回ぐらい、うん、あ、もうちょっと長めみたいな、もう一呼吸伸ばした、その呼吸に鉄がうるさくてね、あれ
それ、それテスさんこだわるんですか、やっぱり。いや、ぼ、まあ、僕だけでもないですけど、はいはいはい、ちょっと長くとか、そうですね、気持ちいい感じで次の曲に行けるようにとか、うんうん、それで全然変わっちゃうんだよ、雰囲気、うんうん、曲感で、うん、まだまだメッセージ紹介しようと思うんですが、その前にですね、あのキスといえば、あの109メンズとラルク・アンシエルのコラボレーション広告が渋谷の駅前にドーンと登場しましたけども、あれも結構衝撃的な、まさにキスというか、はい、あれの撮影の話をまずハイドさんと、ね、テスさんが、はい、あのキスなんですけど、テスさんは口をかたくなにこうでもなんか最初のキスってああだったなみたいな感じのこうねガッて当たる感じのなんかで、ハイドさんのは結構熟練のな感じのねっていう、やっぱ恥ずかしいですよね、ああいうのって。やっぱ撮影の時ってちょっとキスしてくださいって言われるんですか、ああいうのって。いや僕も本当覚えてないです、あの時のこと興奮状態そうなんですかね、何があったか覚えてないです。本当ですか。本当に。じゃあテスさんの方は、あのちゃんと歯は磨いておきますあれ注意してますよね。いや覚えてないですよ。あ覚えてない、覚えてないと思ったら、あのケンさんとユキヒロさんはあれキスしてないような、してない、慣れてますからね。え、何がですか。あの僕とユキはキス慣れてしてもしなくてもどっちでもいいんですよ。いやいやいや、もうそこまでだから悟ってる。そう、撮影だからっつって今キスしなきゃいけないっていう話じゃないもんね。そうね、なんでないもんねって、ちょっとなんかおねえな感じに今あれ、ユキヒロさんどうだったんですか、あの撮影の時。僕はもう待ってましたって感じで。ちょっと待ってくださいよ、はい、なんか こっちと全然違う感じでなんか待ってましたっていう、うん、よくレコーディング中とかもう振り向くとチューしてます。ちょっと待ってくださいあれって結構パパッと撮って終わったんですか、すぐに。もうちょっとこうしてあしてとかって言われて。いやもう OK テイク出てるけどもうちょっと行こうよみんな片付け始まってんのにまだやってるみたいな。そうそう、うんあれって大きくなったのご覧になりました。この間ね、この間何ですか、はい、何か作業してて帰り道ちょっと看板見て帰ろうぜって、はい、メンバー全員で。あ、俺はとりあえず一人で、はい、帰りがてらちょっと覗いて帰ろうって、まあ、夜中の2時ぐらいですかね、もっとかな、うん、でかあそこの看板の前に車つけたら、後ろにケンちゃんの車が止まってる。そう、たまたま見たことある車やなもしかして。そうそうそう、でこう降りて、ちょっと工事のおっさんとかいたんですけど、気にせずに2人で降りて、あの看板の前でチューするふりして2人で。え、写真撮ったんですか。撮りましたね。はあ、はい、この2人の組み合わせも良かったかもね、なんて思いながらこうやって。そうそうそうそれは、あれテストとか見てないですか。僕はあの別の日ですけど、見に行きましたよ。あ、ですか。あ、渋谷行く用事があって、ちょうど、あ、そうだと思って目の前に車止めて見てたんですけど、昼間だったんですけどね、誰も気づかれません写真は撮らず。撮りました、軽く。冷めた、車の中から。中からね。ゆきおろさんどうなんですか、ちらっとご覧になりました。はい、僕も夜中に一人で見に行きましたよ。一人俺とケンちゃんのチューはどんなもんかなってどうでした、でっかくなっててご覧になって。いや、これでやっとこう人前でチューしても怒られなくなるな